はい、どうもタイガです。今回やっていくのは前回の修正で調整で加法されたキャラを使います。まずね、これは情報加法関係ないですが、サイを使ってこいつっす。シャーク、ここんとこね、ずっと加法の嵐、デビルにも弱くなり、それは当然ですけどね、スキルクールタイムが生まれ、ベビーにも弱くなり、挙句の果てに今回メリマメに弱くなった。与えるダメージが激減し、スキルを食らいやすくなったといった具合ですが、実際どうなのと、はい、やっていきます。トロフィーなんでね、リーダーは、サイなんですが、相性もいいんで、で裏シャークで、バッジも何もないです。ただの30フルで、トロフィーでね、使えるならば、強いんじゃないかと。いった具合で。でもやっぱり厳しいならば、ちょっと下方すぎかなと。個人的には、そんなに弱くないと思うんですよ。シャーク。普通にまだまだ、活躍できるキャラだとは思うんですけど、どうですかね。バランスがいい感じなので、これでいきますが、ちょっと火力足りないんで、シャークね、うまく使っていけたらいいかなと。いった感じです。よし、サイがね、突き上げた先に、シャーク埋めてあると、飛んできた敵をシャークが倒し、そのままシャークは潜って前行ってくれるんで、かなり相性はいいと思うんですよね。サイシャーク、マンドラゴラ、サイで突き上げてね、マンドラゴラの爆発っていうのも強いと思うんですけど、それってもうサイありきの感じじゃないですか。でもシャークの場合はマンドラと違って、もしね、突き上げなくても勝手に自分から前行ってくれるし、うまくいけば戻ってきてくれるし、っていう具合でかなり強いんじゃないかなと思ったんですけど、始まんないですね。あとね、個人的に最近ちょっと大型で、ゼウス気になってまして、はい、D1 取ったんですよ。で、体幹ちょっとだけ強くなった気がする。強くなってるんですけど、イカズチ11取って底力振ってみたいなって思うんですけど、どうすかね。よし、とりあえず行きましょうか。サイシャークで、札的にはそんな悪くないですね。大型が、団子ね、どっちも振ってませんが、中型固定なんで、大型ね、2本引ければ十分かなと。よし、まず鳥でね、取れないと話にならないんで、サイで取りに行きたい。ウサギ持ってそうっすね、この出し方は。打たないでいいか。鳥で取れるか分かんないですけど、取れたらラッキーぐらい。取れたら小玉かな。取れないですね、なかなか取れない。さあ、そしてスケがいると。でもサイ頑張ってますね、結構。それ打ち上げてほしいが、打ち上げてくれずやられてしまう。ちょっと引っ張ってね、ブチ切れの時間少し削ってから小玉同士でチビドラも重ねて、トリデライン攻めれるように。いいんじゃないですか。なるべくね、中型切りたくないんで、剣士で、剣士は対応。サタンか。チビドラちょっと火炎打ってほしい。このサタン弱くね。このサタン弱いっすね。とりあえずシャーク切って、砦前守ってもらいましょうか。ちょっとめんどくさいんで、もうぶっちゃけカエルもめんどくさいんだけど。待って、チビドラに負けてんだけど。このままデスいっちゃうか、ここから。ちょっとめんどくさいわ。もっと早ければよかったな。さて、どうしようか。カエル剣士を奪ってくれたラッキー。よし、スケゴスカエルね。砦も奪って、後ろはね、シャークいるんで放置しておきましょうか。それでも削りに行っちゃおうかな。奪ったカエルで飛んでいく。チビドラかな。スケにはね、チビドラが有効なんで仮装しましょう。で、上が、小玉で抑えようか。お、いいね、今日小玉ちょっと調子いいね。2体で2体だけど、奪ったな。十分でしょう。1体で1体奪ってくれれば取りたいところだが、取れず。これはもう落ちそうっすね、白が。ダメだ。1戦目はなんかサメって感じではなかったけど、普通に無難に勝って、
よし、銀の挑戦状ね、欲しいですね。あ、次だって4周年でしょ。4周年だから多分なんか報酬美味しいんじゃないかなと思って、それに合わせて挑戦状ね獲得したいなと。さて、まあシャークをねとりあえずは活躍させ、あ、これいいね札。うん、シャークをねとりあえず活躍させましょう。まあどううまくやるか。ニコスが多い。まあでもニコス多いけど、もしコングが来ようもんならね、シャーク刺さるんで悪くないかな。シャークが苦手な状態上もネボボもいるし、火力は重剣士、大型2本、しかも片方対空持ち、いいでしょう。3倍美味しいね、これ取りたい。んー、まあとりあえずネボボかな、2本いっちゃおう。キャラ多いから牙か。ちょっとめんどくさいな。まあ砦はもらって、もらった後だよな。まあ中型置くしかないな。とりあえず重剣士、カンガルーはだるいね。まあとりあえずこうシャーク置いてね、倒してもらって、さあ重剣士でカンガルー削っていこう。コガルーがね上ずれてくれてるんで、この隙にね重剣士触ってくれると思うんで、触らして相手のカンガルーを倒していく。さあいい感じ、フォワードラ。いや、カエルめんどくせえな。まあ銃剣仕切るけど飛ぶなよマジで、倒してくれよ頼むから。あーマジか、だる。もう一本切る、切りたくねえな。さあ切るか。そしてね上もね来てるんで、あんま銃剣仕切りたくないですけど、重剣士ね歩くの遅いんで、これでゆっくり歩いてもらえれば多分フォワドラが前来ると思うんですよね。これでフォワドラ前に来てもらって、あーでもカエルにやられんな。まあ、とりあえずこうしっかり見て、ちょっとめんどくさい、トレント行くか。カンガルーが相変わらずクソっぷりが、カンガルーのクソっぷりが発揮される。まあこれでいいでしょう。相手が大型下に切ってくれればミノ、あーもうこれでもいっちゃおうかな。サイクルちょっとめんどくさいけど、分回してもらって上も2枚抜きしてもらいたい。いや、よいしょ、いったでしょ。トレンダーと頑張れ。ガリガリガリ。さあ、上危ないんでね。上も取って、さあ、シャーク。いい感じ。さあ、もうここはね、シャークがいるんで、安定ですね。カメもいんのか。ダリな。まあ、突破できると思うんですけど、さすがに。カンガルーもあれで終わりだし、カメ2本も終わってるし。行ったでしょ。干渉行けっかな。あそこ上はシャーク見てくれっかな。あ、行かねえな。このタイミング。よし。うん、落ちるかな。どうだろう。サイが残ってるのはでかいんだけど。大砲撃たれるでしょ。綺麗に。落ちてほしいけど。欲しいけど。落ちろよ。落ちろ。OK。いいね。超美味しい。3倍干渉。いや、サメ強かったね。安定のサメって感じ。やっぱサイクロのビームであってもね、大型倒してくれるから、あの体力だったら残りあれでガッと倒して、サイクロ倒しながらまた戻ってって、もう一回砦前に来るやつをね処理してくれて、サメ使いやすいよ。さて、次は、ちょっとフェアリーがね、なんとも言えない。あんまり、できればあんまりピックしたくない。オジハとマザー両方は無理だな。あー、まあ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 。悪くない。よし。今サイリーダーでやってるけど、
欲しいのはバルーンの D1 からの D0 で、実はサイは D1 取れないんだよね。まだまだ。まあすぐ取るつもりもないけど、とりあえず上打っちゃおうかな。もう結構多めに打っちゃいます。今回は何があっても欲しい。あー、まあいいでしょう、いっちゃおう。上のラインはもういいや。あ、来てますね、あれが。マーメイが。苦手なマーメイドさんが。まあでも、あ、いいね。いや、いいね、マジ。サタン強っ。ここ上シャーク、ここ。あ、そこ倒してもらえれば、その後ね、コブリンも倒してくれると思うんで、まあ、ここ出ちゃうけど。あ、その後潜る人いいですか。さあ、ここね、絶対に触られたくないんで、触られないように立ち回って。で、このラインちょっと危ないんで、ここも再置いて。よいしょ。いいんじゃない？かなりいい感じじゃない？あ、入っちゃった。まあまあ、いいでしょう。もう止まんないでしょ。豆もね、もう終わると思うし、チビクロが止まんないはずなんで。あ、ちょっとゆっくりやろうか。相手も大型2本切ってるからね。ちょっとゆっくりやって。コストは余ってるんで、キラビーで押して。光ってんな。キラビー？あ、なんか飛んできた。あれで豆終わりかな。ちょっとめんどくせえ、時間がもったいない。上からも行こう。下チビクロ1本行こうか。相手のキャラ様子見ようかな。でもね、眠らされたらマジやだ。マーメイドの数数えてなかったんだよね。これでシャークでチビクロ切ってくれっかな。あ、チビクロじゃないわ、マーメイド。マーメイド、これにマーメイド切ってくれれば、切ってこないってことは多分いねえな。 OK、 行こう。うん、で、ここで先チビクロ流しちゃうと、多分落とされちゃって、取り手前は守られちゃうんで、先に取り手奪おう。もう勝ち確定してるから。絶対守れないから、チビクロから。OK。いったでしょ、干渉。この残り24秒からでもね、落ちるのがやべえよな、チビクロ。とりあえずキラビー。あとはケージかな。いや、チビクロが強えんだ。マジで。削る速度やべえ。はい、20秒あれば落とせるね、本当に。いい感じ。いや、美味しい。240ポイントは本当に美味しい。早くさえ終わらせないと。よし、まあ、あと数戦ね、やったら終わるかな。サイはね、まあ、なんか、なんだろうな、なんであのキャラはあんまりおすすめできないんだろう。まあ、豆メデューで簡単に1本止まっちゃうのもあるけど、まあ、あとコングで止まっちゃうのもあるけど、まあ、なんか突き上げてね、取り出前どかすの強いんだけど、なんとも言えないんだよね。その後の処理が大変。ちょっとこれ押せ押せだから、これでいこうか。まあ、ヒドラが刺せればいいかなぐらい。最後バサカラッシュしたいから、したいからサイかな。先にサイ置いて、最後にバサカ、うおーっとやっていこうか。まあまあいいでしょう。取り出は大砲打ちたくなかった。そこをねビートルで見て何が来ると。緑嫌がってくれればいいんですけど。あとは魔導もめんどくせえな。シャーク行こうか。キラービー、おお、いいね、でかいわそれ。ここの位置置けば多分キラービーつかかると思うんだよね。オッケーオッケー、いい感じ。あー、ベビーのね。いやー、ちょっとこれダリーズはかなり。ここサタン行こう先に。でここ一回シャークで守ってあげて、シャーク潜れよお前。オッケー。さあ、ここヒュドラね切ってね、サイ置いて、鳥で圧かければ、多分ヒドラ、壁を置けば、ああ、オッケーオッケーオッケー、ヒドラさん前で行ってくれるんで、このバルーン殴ってくれますね。さあ、頼むよ、ヒドラ。再生しまくってくれ。あ、いい再生っぷりだ。もう一回。もう一回。ダメだ。ここはちょっと鳥で無理なんで、流しましょうか。溜めてたバサカラッシュで。まず、あ、オッケー、ベビーはラストだね。あれ、ラストベビーなんで、オッケー、いい感じ。そしたら、こうシャーク。
で、ここでバサが一気に行こう。で、サイも行こう。この足からの数だったら多分いけるっしょ。あー、その窓やれっかな。その窓やれるかやれないか。それ大事。やってくれ、頼む。サイ頑張れ。オッケー、いいね。いったでしょ。いやー、足キャラの強みだよね、このラストの。残しとけば一気にいける。いい感じだね。よしよし、とりあえずもう数戦。なんかだあのね、この前まあいろいろと動画投稿の件で、まあ、調べたりとか話したりとかして、ゲーム実況って意外と20分前後ぐらいが視聴者的には見やすいって話で、まあ20分前後のね動画をね基本的に出せたらいいかなと。まあ長くなっちゃったりねする場合もあると思うし、短いものもあるとは思うんだけど、まあなるべく20分前後で作れたらいいかなと思いますが、ああいいんじゃない。まあ尾形どっちもね団子振ってないけど悪くはない。札はサイがやっぱサイじゃねえ、サメがやっぱ結構使いやすいんだよな。まあなんか環境トップの新キャラチビホアみたいな、そういうレベルではないけどさ、さすがにもうそれであってもかなり使いやすいと思うんだけど、どうだろう。さて結構ゴリゴリいっちゃおうか。キャラ数もね悪くないんで、悪くないしリーダーサイなんで、まあヌボもね置いて、あーどっかな、下取れないかな、間に合わなそうっすね。まあまあいいでしょう。下ラインをねどうしようかな。デス行ってもいいんだけど、あーアーチャーいるな。デス行くか。あとは上のラインウサギをどう見るか。バトだなこれは。つかめ、オッケー、神ゲー神ゲッツは。さあ、ミンディスか。いいね。あ、ノボボ出したね。オッケー、固め。もう終わったじゃん。音楽隊で突き飛ばされるけど。あれ？え？ですって音楽隊のあれ突き飛ばしなかったっけ？マジ？知らなかった。悪縁が強い時にです出てきたからか。だから、ですは悪縁のスキルで吹っ飛ばないのか。ずるいな。めちゃめちゃ重ねられてるから。ヌボボもめちゃくちゃ重ねてみた。で、何も話しなかったけど、上のゴーレム倒したくて、シャーク2枚重ねて、潰して、終わったでしょ。多分、お相手、あれですね。苦行やってますね。サーキバスの吸い尽くし1見えたんで。装備は、常夏なんですけど、まあ、レベル1っすね。まあ、バット出して、終わりかな。トロフィーの苦行大変だよな。今なんかトロフィーチャージ出てきちゃったから、基本的に大体の人がみんな苦行のトロフィーあんまやんないんですよね。苦行の場合は大体トロフィーチャージして終わらせるから、そう、みんな大体キャラ強いんだよ。まあ必ずじゃないけど。よし、これラストかな。まあ、結構サメがやっぱいい感じの立ち回りを働きをしてくれてるんじゃないかなとは思うんですが、どうですかね。そんな悪くないと思うんだけど、全然弱くないと思うんだけど、って感じ。大型2本欲しい。悪くないね。よし、これもぶち抜いて勝ちで終わらせたい。まあサイとりあえず第2取って、そのまま第3かな。これは大砲どうかな。よしよし、まあキラー B がかなり強いんで、キラー B うまく使いたいですね。まずこう大砲打つんですが、このタイミングで多分キラー B をですね置けば先飛ぶんですよ。キラー B がほい、ほらこんな感じでキラー B 行かせられれば、いい感じに活躍させられたんじゃないですか。はい、神ゲー。これもデスいっちゃおうかな。ちょっと前目だけど、相手が何のキャラ来るか次第だけど、キラビーのねチクリも入ってるんで。さあこれ最大射程でガールキルが、まあミノタウルスがね分回ししちゃったらさすがにガールダメージ受けちゃうんですけど、最終弾だけ
まあそれでも関係ないですね。死なないんで。それじゃあ。よしよし。いいでしょう。さあ全部やっていく。いいビーム。まあ消えられてしまいましたが、これはもう終わりっすね。大型戦で終わってるんで。うん。最前線サメ3体行こうか。最前線にサメ3体行って、まあもし万が一、相手がね、城を守るようにキャラ切ってきたら、終了ですね。なんで、サイでブンブン行って、はい、守りに使ってきたんで、サイが、サメが、全員城殴りますと。もうサメの一番怖い使い方。やられたらマジ無理。よし、いい感じ。全然悪くなかったですね。勝率も。負けてないかな多分。今回はね、サイサメ固定。裏サメで、ただの30フルで使用感、どんな感じか使ってみました。まあまあ悪くなかったと思います。はい。そこまでね、悲観するような過法ではなかったと思うんで、全然ね、今サメ金狙ってる人も、このままね、狙い続けていいと思います。はい、こんな感じですね。団子もない。バッチも銅バッチ。はい、今回も見ていただいた方、ありがとうございました。またよかったらね、ぜひ見てください。最近チャンネル登録めっちゃいっぱいしてくれてて、大変嬉しく思います。もう7000超えてから、もうすぐ7100いっちゃいそう。目指せ、早いうちに1万。今年中に。いや、頑張って2万いきたいね。まあちょっと欲張ったかもしれない。ではまたよかったら、見てください。では、お疲れ様です。